えー、質問こちらです青春映画と銘打たれた本作皆さんの青春時代の思い出を教えてくださいということ青春時代と聞かれてパッと何が思い浮かびますかねさあどなたからいきましょうか、ね、ゆうせくんが今ちょっと上を見上げて思い出してますね清原さんいきますか、はい、青春時代、はい、教えてください青春時代の思い出はえー、っと 私、中学生の頃からお仕事をさせていただいているんですけど中学3年生の体育祭にどうしても出たくてただ、その日「ナイター」の撮影が東京であるって言われている日だったんですけど絶対に出ます、体育祭にってマネージャーさんに言ってリレー走って。 そのまんま荷物持って学校を出て行って <laughs> ゴールしてそのまま、はい、新幹線に乗って東京まで行ってたっていう思い出がありますマネージャーさんと現場の理解でそはスケジュール組んでもらって、はい、組んでいただいてなんとか最後の体育祭は出させてくれとお願いいししして1位でしたいいで、ね、おお素晴ら思い出お仕事と青春の思い出ちゃんと両立されたあ皆さんからも拍手が、ね、<laughs> ありがとうございます小泉監督どうでしょうか 青春時代っていうと、まあ、そうですね。あの。まあ、今も青春時代みたいなもんだって。なんか、あえて言うこともはないんですけど。<ら>なんか、映画。四十二歳。四十二歳。まあ、恥ずかしいですけどね。ええ、この発言がすでに。<laughs> 恥ずかしい発言なのは分かってるんですけど。なんか、映画作ってる時は、いつも、なんか。なんだろう、気持ちはずっと。 なんか本当体育祭で走ってるような感覚にはなってますねって。素晴らしいですね。いくつになっても好きなものに打ち込んでるときは青春だと,いこと、ね。<laughs> そうですね。気持ち悪いですかね。気持ち悪くないです。はい、全く素晴らしいと思います。<laughs> 感動しました。はい、拍手している方もちらほらいます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。河合さんいかがでしょうか。青春で,ですね。いや今監督が言ってたことで思ったんですけど、高校時代にずっとダンスをしていて仲間と。 何か一緒にものを作るっていうことを続けてたので、それをそれがすごく青春時代の思い出なんですけど、それをお仕事でもある意味ずっと続けられてるっていうことがすごく幸せだなと今思いました。ダンスに打ち込んで、そうですね、はい。だから今にこう生きる部分もありますか？すごくありますね。あのやっぱ体を使って表現をするっていうこともだし、も、ま、う、あ、映画っていう。 ジャンルは違いますけど、みんなで一個のものを作るっていう体験はすごくつながってますね。はい、ありがとうございます。じゃ最後流星くん。青春時代打ち込んだことを教えてください。いやでもまあ本当監督と一緒で、今なんですよね。うん。いやそうなんですよ。<laughs> まあ学生時代で言うと、やっぱ空手なんですかね。はい。うん。まあでも青春ってやっぱ。隠れないですよね。 うん、今青春してるなっていうふうに感じますし、まあ、僕らはいつまでもこう青春できるなっていうのは感じます。そうですよね。うん、撮影現場でいろんな役柄を演じる中で。はい、でも、まあ、その原点は一つ今、言葉にあった空手ということですけれども。はい、体は最近も鍛えていらっしゃいますね。そうですね。はい、あの、最近はちょっとボクシングをやってますので。うん、はい。ずっと、はい、継続して鍛えてますね。 ありがとうございます。はい、配信をご覧のファンの皆さん、体鍛えてます。あ、拍手が沸き起こってます。え、そこなんだ。私もね、今日流星君と久しぶりの共演だったので、はい、一発目にそれ聞きましたからね。体ちゃんと鍛えてますかってね。ね <laughs> はい、<laughs> しっかり鍛えてるということでございます。ありがとうございます。